画面キャプチャとは、コンピュータ等の画面に出力される映像情報を静止画、または動画ファイルとして取り込み保存するという行為のこと。これを実現するためコンピュータに搭載するハードウェアは、キャプチャデバイス、ソフトウェアは、キャプチャソフトと呼称される。本校では、主に動画のキャプチャについて記述する。パソコン上でキャプチャするものとして、以下のものが対象として挙げられる。 PCI 接続のキャプチャカード、USB 外付け TV、チューナーテレビ放送やビデオテープに記録された映像をパソコンに取り込むためには放送信号や映像再生機器が出力する信号を受け取るためのハードウェアが必要となる。このようなハードウェアをキャプチャデバイスと呼ぶ。規制のテレビパソコンにおいてキャプチャが利用できる場合はキャプチャデバイスがあらかじめ搭載され、 すぐに利用できるようにセットアップが行われている。キャプチャデバイスを別途用意する場合には、拡張カードをパソコンに内蔵するか、もしくは USB や IEE-1394 など外部ハードウェアインターフェースを利用し外付けとする。内蔵する場合、デスクトップパソコンでは、PCI や PCI Express、ノートパソコンにおいては、PC カードによって接続する。 これら拡張カードは一般的にキャプチャカードと呼ばれる。ビデオ信号の入力以外にテレビチューナーを搭載した製品はテレビ放送の受像のみ可能な製品も含めテレビチューナーカードと総称される。外付けとする場合は USB や IEE-1394 により接続する。高解像度、高フレームレートの動画はデータサイズが大きくなるため、 より高速なデータ転送が可能な規格を用いることが望ましい。PC とはケーブル1本で接続できるため PC 本体の拡張スロットに挿入するキャプチャカードに比較して簡便である。画質面においてパソコン内部より発生するノイズの影響が少ないため PC 内部に増設する製品に比較しててアドバンテージがあることもある。ハードウェアを制御する キャプチャソフトは単体でも販売、提供されているが、ハードウェアには一般的にキャプチャを行うためのソフトウェアが付属する。キャプチャソフトは数種類のものが開発されおり、インターネット上の電子番組ガイドへの対応、MPEG-2 での録画後に自動的に MPEG-4 へ変換、デジタルオーディオプレイヤーに転送する等の機能を備えるものもある。 iTunes との連携によって深夜に録画した番組を自動的に翌朝までに動画再生対応の iPod に転送するシステム等はその一例である。キャプチャした動画はデータ量を削減するため MPEG-2 や MPEG-4 にエンコードして保存されるのが一般的である。画質低下が許容できない、またキャプチャ後の編集時の画質劣化を 最小限にするなどの目的がある場合は、無圧縮形式で保存されることもあるが、圧縮動画に比べてデータ量は非常に大きくなるため、大容量かつ高速なデータ転送能力を持つ記録装置が要求される。キャプチャ時のエンコーディング処理は、キャプチャデバイスに搭載されたエンコーディングを行う専用チップを使用するものと、PC の CPU を用いて、 ソフトウェアによって行うものに対別される。PC 上の GPU を用いてエンコーディングを行う場合もハードウェアエンコーディングと呼ばれることがある。地上波アナログ放送やその他 SDTV 映像では ITURBT601 に規定されている720-480が最大の解像度である。携帯型の機器での利用等の用途によっては 400, 400や512,384などの低解像度でキャプチャすることもある。これにより保存されるデータ量をより小さくすることができる。デジタル放送の場合、一般に1440、1080や1920、1080の高解像度でキャプチャする。一度キャプチャした動画は、後からソフトウェアによって解像度を変換することができる。保存時のコーデックについては、 保存後のファイルをそのまま DVD ビデオにして DVD に書き込みやすくするため映像部分は MPEG-2 へエンコードし音声部分はリニア PCM 形式で保存できるものが多い携帯型メディアプレイヤーに直接転送して再生するためには MPEG-4 形式で圧縮保存すると便利であるビットレートは MPEG-2 の場合 キャプチャに利用するソフトウェアの初期設定で映像部分が 6Mbps 程度になっていることが多い。この場合 DVD ビデオ形式で DVD ディスクに書き込むと約2時間の映像を記録できる。キャプチャ時に最大で 15Mbps ほどで保存できるハードウェアもある。デジタル放送の場合には放送形式が MPEG に TS 形式のためこれをそのまま取り込み 暗号化してから保存媒体に出力する製品が多い。ビットレートは24から 40Mbps 程度となる。この暗号化は元々のマルチに形式に加え、マシンや OS、保存フォルダ名などの固有情報を利用したものである。ため、日本国内において正規に発売されているキャプチャデバイスを用いた場合、保存した動画を HD 画質のまま編集。 再圧縮することはできない。利用法として、単純な視聴とブルーレイディスクなどへのムーブによる保存だけが想定されている。ありがとうございます。